しら。こんにちはーって、ポポちゃん裸じゃない。どうしたの今日ね。メルちゃん洗濯機届くって言ってたでしょ。だからほら、服お洗濯してもらおうと思って持ってきたの。え、ポポちゃん裸できたの？寒かったでしょ。うん、でもね、ちょっと服汚れちゃったから早く洗濯してほしかったんだ。はい、メルちゃんお願いね。じゃあ後で来るからね。ポポちゃん裸で帰っていたね。メルちゃん寒くないんやろかね。じゃあ洗濯しないといけないね。これ開けていこうか。メルちゃん、うん、早く洗濯してあげましょう。ねえ、寒いもんね。かわいそうだもんね、ポポちゃん。じゃあこれ早速開けていくよ。お洗濯ごっこ、アイロンとお洗濯カゴ付き。楽しみだね。一番楽しみにしてるのポポちゃんだね。ポポちゃんの服早く洗ってあげないとね。あ、これにかけて干すんだね。あとハンガーと、これ物干し竿とハンガー、あ、これに立てていくんだね。これをこっちょガチャで、これを立てて、早く乾かしてあげないといけないもんね。ポポちゃん裸だと寒い寒いからね。よいしょ、これにかけてポポちゃんの服乾かしてあげようね。じゃん、これが、あ、アイロンもついてるね。アイロン、ネットと、これと、よいしょ、じゃん。ポポちゃんお待ちかねの洗濯機。よいしょ、あ、いいね。開けてここにお洗濯入れて出して、これでスイッチを押したら洗濯回るようになってるんだね。早く洗ってあげないとね。これなんでだろうね。メルちゃんそんなに早く洗ってほしいのかな。汚れちゃったのかな。うん、そうだね。くさっ、ちょっと臭いわ。ポポちゃんどうしたのかしらね。あ、さっき走ってたからいっぱい汗かいたのかもしれないね。じゃあ早速これでまたお洗濯してあげようか。うん、そうしましょう。お姉さん、これね、とりあえず入れとくわ。あ、じゃあ後ですぐお洗濯しようね。うん、じゃあまたね、後でね。バイバーイ。